日本三大稲荷の一つ、佐賀県鹿島市の有徳稲荷神社で昨日、神社が光のアートに包まれるナイトウォーク、狐の嫁入りの開幕イベントが行われました。神社前の商店街から境内までがライトアップされ、幻想的な光景が広がります。ナイトウォーク狐の嫁入り、開催期間中の土日祝日には新郎新婦らが境内を練り歩く狐の嫁入りが行われる予定で、その様子も公開されました。イベントはインバウンド需要を増やすために市や地元企業が連携して行っていて、今年で2回目です。秋の夜長の夜詣を楽しんでいただきまして、普段昼間にない有徳稲荷神社の魅力を掴んでいただければ幸いだと思います。イベントは今月20日から12月1日まで行われます。